今日は1961年あいつと私で子役として映画デビューされて以来清純派女優として活躍された坂井若子さん。1970年代に入り日本映画が衰退するとテレビに活動の場をシフトされ、2時間ドラマやサスペンスドラマの常連として活躍されました。そんな坂井さんは現在は何をしているのでしょう。調査していきます。坂井さんは1949年4月15日生まれ、東京都板橋区のご出身です。坂井さんは1959年小学4年生の時劇団若草に入団され、1961年あいつと私で映画デビュー、翌年の1962年には目をつぶって突っ走れにも端役として出演されています。そして1964年中学3年生の時スカウトされて東宝に入社されると、同年今日も我大空にありに主演の三橋達也さんの娘役で本格的に映画に出演。この頃坂井さんは1965年にデビューされた内藤陽子さんと共に青春スターとして積極的に売りに出されるのですが、物静かでけなげな役が多かった坂井さんはコメディや青春もので地味な助演が続き、1967年には映画「伊豆の踊り子」に出演されるも、主演の内藤さんの陰に隠れて目立たなかったのでした。しかしそのような地味な役を続けていったことで、かえって清楚なイメージで徐々に人気を集めるようになり、1968年には映画「巡り合い」で初の主演に抜擢。自動車工場に勤める青年勤む黒沢俊夫さんと純粋な愛を育むヒロイン乗り子役を演じられると、坂井さんの魅力が見事に開花。映画のヒットとともに坂井さんもブレイクしたのでした。そして同年には続けて「日本の青春」「兄貴の恋人」、翌年の1969年には「二人の恋人」と青春映画に出演され、東宝の看板女優として確固たる地位を築いていかれたのでした。以降も坂井さんは1969年、1970年、若大将シリーズ、1969年恋に目覚める頃、1971年誰のために愛するかと青春映画に出演し、清楚な役を数多く演じられるのですが、1976年には映画「妻と女の間」で愛に溺れる平凡な人妻を演じられ、清純派女優から大人の女優へと転身。そして同年東宝を離れフリーとなられています。こうして映画で活躍されていた坂井さんですが、1970年代に入ると日本映画の衰退とともに活動の場をテレビへとシフト。1970年青春の挽歌、1971年忍ぶ糸、1972年知らぬが仏、1973年春ですもの、1974年太陽に吠えろ、1975年赤ちゃんがいっぱい、1976年、1977年気まぐれ天使、1979年松本清張の紐、恐怖の大回転遊覧車、1980年悪女の仮面扉の影に誰かが、1981年仮面の花嫁、暗闇へのワルツなど多数のドラマに出演されます。そして1983年には7年ぶりに「刑事物語」に「リンゴの死」で映画に復帰。主演の武田鉄矢さんが10代の頃から坂井さんのファンだったことから、坂井さんはヒロインに抜擢されたそうです。また翌年の1984年にはヤクザ映画「修羅の群れ」でヤクザの親分稲原隆二、松方弘樹さんの妻を演じられるのですが、これ以降はテレビドラマと舞台を中心に活動されると、2000年代からは再び映画にも出演されました。ところで坂井さんを田村正和で多くの方が検索されているようです。というのもいつ頃かは分かりませんでしたが、坂井さんと田村正和さんの交際が週刊誌で報じられたことがあったというのです。ただ田村さんはすでに結婚されており、田村さんご本人が否定されたということで、真相は闇の中、本当のところはどうだったのでしょう。
そんな酒井さんの気になるプライベートですが、酒井さんは今まで一度も結婚されたことがなく、ずっと独身だそうです。しかも恋人の噂も前述の田村さんくらいしかありませんでした。しかしこれだけの美人ですから、お声がかからないわけはないと思います。やはりスクープされないように徹底されていたということでしょうね。結婚については過去の取材で、ジェット機のパイロットか太平洋航路の船長と23歳で結婚したいと答えていることから、独身主義ではないようです。結婚が遠のいた理由としては、父親が厳格だったことと、また酒井さんをとても可愛がっていたため手放したがらなかったことが挙げられていました。酒井さん自身もあまり自己主張の強いタイプではないため、仮に恋人がいても父親に反抗したり説き伏せたりしてまで成就させようとは思わなかったのかもしれません。また酒井さんが結婚しないもう一つの理由は、母親の介護と噂されています。酒井和歌子さんは92歳で亡くなった母親と同居して介護生活をしていたようです。高齢の母親を残して結婚するわけにはいかず、結婚できなかったのではないかと言われています。これまで一度も婚姻歴がない意外性から、酒井さんは性格が個性的なのではと思う人も多いようです。過去に演じてきた多くの役柄やテレビ出演時の発言などからは、上品、控えめ、女性らしいといった印象を受けますが、素顔はおおらかで男っぽい性格なのだそう。意外な一面を紹介すると、エステに興味なし、身だしなみはあまり気にしない、カラオケでは軍歌も歌うなど、また趣味の旅行もバックパックで秘境を訪れるのが好きなのだとか、北極や南極も制覇している達人でした。一見男性が守ってあげたくなるタイプの酒井さんですが、実はアクティブな女性だったのですね。ギャップ萌えという言葉もありますが、酒井さんの場合はイメージと素顔があまりにかけ離れているため、このギャップも結婚が遠のいた一因ではないかと見られているようです。最近の酒井さんですが、2015年最強の2人から京都府警特別捜査班、2016年女検察事務官黒百合にゲスト出演されているものの、お仕事で目立った活動はされていないようです。ただプライベートではウォーキング、水泳、ジム通いをされ、朝7時に起き、夜は遅くても12時に寝るという、とても健康的な生活をされているとのこと。また2013年頃には当時87歳のお母さんと一緒に国内旅行をされていたとのことで、今はお仕事をセミリタイアし、余暇を楽しまれているようです。最近では三井のリハウスや野村証券の CM に出演されていました。酒井さんはどちらかといえば特殊なキャラクターの役や際立った個性的な役をこなす女優さんではなく、普通の優しいお母さん役を演じることがお似合いのようです。確かにそんな役柄からか、画面からも親しみや温かさが伝わってきます。出演された CM ではメーカーのイメージアップになってもマイナスにはならないようです。それが酒井さんの本当の演技力のようです。また劇団若草の同期生であり親友でもある柏木由紀子さんのブログでも元気な様子がうかがえます。酒井さんと柏木さんは子役時代からの知り合いです。とても仲が良いお二人のようです。柏木さんは日航ジャンボ機事故でご主人の坂本九さんを亡くされましたが、芸能界にお友達の酒井さんがいたことが芸能界に復帰した時に何かと力になったようです。持つべきものは良き友です。70代になっても清楚なままの酒井さんですが、実は整理整頓が苦手で、先ほどお話ししたように身だしなみにも無頓着、本番前でさえも鏡を見ないとか、そんなおおらかなところも青春スターとして酒井さんの魅力を形作っていたのかもしれませんね。これからもお体には気をつけて、時々は元気な姿をテレビで見せてほしいものです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。ではまた。